なるほどね、えー、吉谷さんが100兆円もらっても就職しないということがねまあよくよく分かっていたつもりなんですけどもさすがにねやっぱり1兆円だと私は就職したいなと思いますよね。やめればいいわけですからねもらって。 退職金ももらえるんじゃないかなと思いますしねもう未来永劫ってわけではないと思いますから就職には期限がありますからただやっぱり自分のビジネスには期限が今度ないっていう問題があります要するに一生やらなくてはならないっていうねそういうなんか意味のわかんない拘束っていうのはあるんですよね。まあ、例えば私の場合はもうすでにまあいわゆる不労所得みたいな形ができちゃったのとあとねお金がなくてもん丈夫なんという気がするんですよね。 まあだからまあ私は積極的に就職したいとは思わないんですけどねそこは吉谷さんと意見を共にするところなんですけどもいや人のために働く人の組織のためにやるのも悪くないなーって気もしますね、まあ、それは多分今までどんな組織で働いてたかっていうのもすごく影響すると思うんですよ。で私の場合はね今までサラリーマンもやってましたけどもサラリーマンも悪くないなーと思っていやいややってたことがないんですよ。 で自由を束縛された感も全然なかったんでそこは大きいんじゃないかなと思うんですよね吉田さんはね言われるようにかなり抑圧されてかなり不自由してすごく嫌な会社に勤めてたのかもしれないですよねまあそういう風な経験もあると思いますんでね人生観は変わってくると思いますで多くの方っていうのは多分お勤めになってるところを自分で選んでいるはずなのにまあちょっとね不具合を感じてらっしゃるで自分一人で稼いで生きていくってことにもなかなかねうーん なんか自信を持てないでいると一歩が踏み出せないでいるということがあると思いますんでそういったものに対して私は吉谷さ,さんのねこの動画が何らかの背中を押す役割になればいいかなと思いますそして背中を押すばかりではなくって伴走者としてですね一緒に走っていけるようなそんなあ存在であればいいかなと思いますそっか塾も毎日サポートしておりますし、えー、困った時こそ私はね出、えー、しゃばっていきますんで ごご遠慮なくご連絡いいいたただきたいと思います人が何に困るかというと大体お金の問題そして人間関係や恋愛の問題健康の問題そして仕事の問題だと思いますけども皆さんいかがでしょうか